はい。こんばんは。としゃけでございます。でですね、本日、指季報のですね、秋号の3000番台。ので、えっ、ー、と、ちょっとね、私が注目している4名柄紹介していきたいと思います。まずね、1つ目がもう画面に表示されてるんですけれども、クオールホールディングスです。はい。 まあこちらはね、もうドメスティックな会社で、調剤薬局大手でございます。で、まあ、こちらがですね、えっ、ー、と、まあ、何故かというと、まあ、まずコメントがですね、こちらでございますね。うん、連続最高益。営業益反発。普通30円配。で、買収。24年4月、子会社間第一業エ s ファは、開発方針在宅 調材強化し地域支援体制。まあかい、いろいろ書いてありますね。うん。で、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、ここ何がっていうと、まあ、一番ね、えー、っと、ここは出てないですね。ちょっとお待ちください。 はい、失礼しました。こちらですね。えっ、ー、と、24年3月期が、えっ、ー、と、売上1800億円に対して営業利益、えー、と100億円なんですけれども、25年3月期ですね。売上が2700億円。で、営業利益が220億2倍になってるんですよ。まあ、こう、ちょっとね、先を見てはいるんですけれども、ここです。あ、ここですね。うん。 で、まあ、まずここのね、トップラインの伸び。で、営業利益の伸び。結構えげつなくないですかここから比べると。ってところですね。うん。で、まあ、あとね、PR が、うん。10.73倍。PR 一1.55なんですけれども。えっと、まあ、まずここのね、えっと、売り上げトップラインと利益。 のところの伸びで、はい、気になってましたし、まあ、チャートもね、結構今、上値の高値のところでね、今、もちもちしてるんですよね。うん。で、まあ、この2000円のところをブレイクしてきたら、さらにちょっと面白くなる展開かなと思っております。で、まあ、あのー、ここはね、ちょっと私かなり、うん、注目できるかなと思ってまして、で、 先ほど言おうとしてかと忘れたんです。まあ結構ね、あのー、外国の方でも23.6%持たれてるので、まあ割かしね、今後、外国人が買ってくるときにここも買われてくるんじゃないかなとは思って、はい、ちょっと紹介させていただいた次第でございます。まあ本当ね、今日ちょっと触りだけなんで、あのー、細かくは、 紹介しきれたいんですけれども。まあ、まず一、社目がクオールホールディングスでございます。で、二社目がですね、えー、っと、もうちょっとこ、こっち行っちゃいますね。英国繊維でございます。はい。で、ここはね、消防ホース。ちょっとなかなか地味で、まあ防災関連なんですよね。うん。地味って言ったら大変ね、恐縮なんです、失礼なんですけれども。 まあ非常にね、面白いかなと思ったのがここですね。原発冷却シスト25年12月期以降の更新時を取り込みに、アナミの繊維の防護負荷なんですよ、ね、というところね。まあ、原発絡みのね、ところも、ちょっと文字が出てきてるので、ちょっとこういった時ところでね、その、なんて言うんでしょう。思惑ネタとかで上がってくるかなと思ってます。 で、こう、株主構成がね、ちょっと私初めて帝国戦行って見てて、ちょっとまだね、ノーポジなんですけれども、面白くって、損保ジャパン、瑞穂、明治安田西松建設、ヒューリック、森田、東京建物。結構この、こういった顔ぶれってあんまないんすよね。ない、ないっていうか、まあ、探せばあるんですけど。なんかちょっとね、独特な感じ独特っていうか、 うん。あんまり普段見慣れない顔ぶりなんで、ちょっと面白いなと思いますはい。思いました。で、まぁ、あ、PBR もね、0.92と1倍割れしてますし、まあ配当もね、2.5%。で、もちろん自己資本比率80%で、まあ申し分ないかなと、思っております。で、売り上げの方はね、うん、トップ9きちんと伸ばしてきてますし、利益も伸びてきているというところであるんですけれども、まあただね、直近の、ここだのね、高値の利益、 まだ超えてきてない。というところでは、あの、まあ、これからなのかなとは思っておりますと。で、チャートもね、うん。ここ、ぐいぐい上がってきてましたよね。で、ちょっとね、私も足盛工業以前、あの、相場の福の神のね、藤本さんがね、紹介してて、 ここ面白いと思う。すぐ便乗して乗ったんですけど。まあなんかそれと近しいね、ようなチャートの動きをしてたんでね。うん。ちょっとこの辺りもね、強いかなと思ってます。で、ここもね、もう見ての通り、2000円ここを超えてくると、ちょっと上の展開が来るんじゃないかなと思っております。というところでございます。はい。で、続きましてね、3000万台はね、あの、非常に、えっ、ー、と、不動産系が多いんですけれども、 えっと、グッドコマーセットですね。うん。で、こちらはですね、えっ、ー、と、もうここ書いてあると、投資用マンション。で、ここがね、ちょっと独特なポジション気づいてるのが、公務員の女性の投資家が多いんですよね。ここにも書いてある個人投資家にも販売と。なので、まあ比較的やっぱ脳折りやすいですし、で、 そこを主にターゲットにしてるというのは、ね、なかなか、ないというか、うん、結構珍しい感じですよね。うん。で、自社のリリートもね、立ち上げるというところで、で早期に資産規模1000億を目指すと。いや、なかなかね、うん、すごいなとは思っております。はい。で、まあ、不動産のね、会社なので、どうなるかっていうところあるんですけども、まあ、一応長島さんって方がね、 えっと、まあ、これもロンガイラー長島ですよね。まあ、ほぼ50%ぐらいも持たれているというところでございますかね。はい。で、まあ、バリエーションに関しては不動産株なんで、まあ、このくらいなのかなとは思うんですけど、まあ、ね、配当もね、きちっと3.66%出ておりますし。で、なんせ、こ、これもすごいなと思ったんですよ。 営業利益の伸び、もちろんトップランの伸びもね、1年倍になってるんですけど、この伸びはね、結構すごいなとは思って注目しておりますというところでございます。で、最後はね、こうちょっとね、あの、押し目を待ちたい。押し目を待ちたいっていうか、もう今、落ちてるので、ここから上げるとこかなと思うんですけども、カルタホールディングスです。 で、まあ、ここね、あの、電通グループ参加。で、ネット専業2社が投業して、まあ、広告関係のね、会社なんですけれども、ちょっとね、正直私、カルタは、あの、ほとんどん触ったことないんです。で、まあ、電通が、ま、50%以上、保有してます。ただね、私、触ったことないし、入ったことないんですけど、ここはね、でも、 結構有料銘柄というところで、やっぱね、グイグイ上がってきてたんですよね。まあ、ここね、全然乗ることができずだったんですけれども。結構ね、ずっと押し目を待ってて待ってて、で、ちょっとね、結構目を離したらきにこんなぐらいまで押してきたんですよね。うん。で、今まあ、ぼちぼちちょっと入れるタイミングかなっていうところ。 ここね、抜けてくるとちょっと入りたいなとは思ってるんですけれども。で、まあね、ただね、相取り回り4.3%。で、自己資本比率53.9%ありますし。で、うん。まあ24年、ね、12月期予想はね、結構3倍ぐらい伸ばしてきてると。営業利益で。 というところでね、うん、カルタホールディングス。ちょっとね、私はね、結構面白いなとは思って見てます。はい。というわけで、いずれにしてはこの3000番台ね、あのー、面白いなと思ってます。特にクオールとグッドコムに関しては、あのー、 売上とかね、利益の伸びが半端ない感じになってますし、でなおかつカルタに関しては、まあ、配当ももらいながら今ね、どん底根県にいるので、まあ、ちょっとそういったところのね、えっと、利益とかもまあ乗ってきやすいような状況かなとは思っております。 というわけでね、3000まだ結構ね、注目すべきするところは多かったんですけれども、他にもね、実は JTEC とかもあったんですよ。JTEC、まあ、はただね、他の皆さんもね、結構紹介したりとか、人気銘柄だとはね、個人的に思ってますし、JTEC に関しても、落ち目は、ここはね、落ちた,落ちたところを拾いたいなとは思ってるところなんですけど。まあ、ただね、それ以上ね、あのー、この4銘柄面白いなと思ってるので、ぜひ皆さんもね、 一度お調べいただければと思います。以上です。